986年のヒョルンガバーグの戦いにおいて、氷の嵐の中で戦うヨムスバイキング。ヨムスバイキングは、10世紀から11世紀にかけて、活躍した、おそらくは、伝説上のバイキングの傭兵団、または、盗賊団である。彼らは、オーディニア・トールといった神々への崇拝に一生を、捧げていた。彼らは忠実な異教徒であった。 しかし一般的な評価によれば、彼らは自分たちに相当な額の報酬を払うことができる、いかなる貴族のためにも戦い、時にはキリスト教徒である統治者と共に戦った。古代北欧の佐賀によると、彼らの拠点であるヨムスボルグはバルト海の南岸にあったとされている。しかしその正確な場所については、現代の歴史家や考古学者によって議論されている。 多くの学者は、ウォリー内のウォリー町の北方、シルバーベルクの丘にいたと考えている。ヨムスボルグは、中世のデンマーク語やドイツ語での記録で、言及されている、ジャン、ジュリン、そして、ビネタと同一の場所だと考えられている。ヨムスバイキングの伝説は、12世紀から13世紀に、かけてのアイスランドの佐賀のいくつかに見出される。 主要な情報源が不足していることから、ヨムスバイキングの存在は、史実に基づく活動範囲の議論の題材となっている。ジャンツバイキングスや、ヨームズバークという名前に言及している、現代の情報源はないものの、三つのルーニ石碑が、現在もある。そして、彼らの戦いの一つに言及し伝えている、当時の南辺の施設がある。デンマーク人の自責によれば、 ヨムスボルグに城塞を作ったのは、デンマークのハラルドアオハオとされている。しかし、ヨムスバイキングのサガによれば、ベンドの王、ブリスラブが自国を、バイキングから守るために、デンマークのフュン島を支配していたパルナトキに気づかせたと、いう。同サガの伝えるところでは、パルナトキは、ヨムスボルグにおいて、部下を鍛えたが、彼の元に集まった男たちには、後に、 春な時を継いで狩猟となるシグバルディ、ノッポのトルケルなどがいる。シグバルディの代になってから、デンマーク王スベン捜査ヒゲ王に対しノルウェーのハーコン、シグルザルソンを倒すことを約束して出撃する。しかしハーコンの守護女神であるトルゲルドとイルパが、氷の嵐を起こしたため、シグバルディらは撤退した。986年の、 この戦いでの敗北がやがて、ヨムスボルグを弱化させることとなった。ヨムスバイキングは984年のフューリスバラナの戦いにも関与した1000年のスボルドの海戦。オーラブ・トリュッグ・バソン王の佐賀は、ヨムスバイキングが1000年のスボルドの戦いで、それが裏切りであるならば、決定的な役割を演じたことを語っている。スボルドにおいて、 ヤールのシグバルディ率いるヨムスバイキングの艦隊は、ノルウェーのオーラブトリュッグバソン王を見捨て、彼の艦隊を全滅させるために、彼の敵と協力した。ヨムスバイキングは1009年に、東部イングランドを襲っており、11世紀前半の期間には、スカンディナビア各地の領土も侵略した。1 1 3年頃には、スベン・ソーサ・ヒゲ王に代わって、イングランドに出征していたが、 観点を変えれば、おそらくは、イングランド人から彼ら自身のためのデーンゲルドを得る、ための計略であった。バイキングの侵略軍は、エゼルレッド無史料をノルマンディへ追い払うこととなった。ヨムス・バイキングは20から30年ほどの間に、衰退の位置図をたどっていった。1043年、ヘームス・クリングラによると、ノルウェーのマグヌス一世は、 ヨムスバイキングの脅威に終止符を打つことを決めた。彼はヨムスバイキングを打ち負かし、その要塞を破壊して生き残ったバイキングたちを処刑した。ヨムスバイキングは連載漫画のビンランド・サガにおいて大きな役割を果たしている。作品中で主要な登場人物の幾人かはモッポのトルケルといったサガにおけるヨムスバイキングたちやクヌート大王をモデルにしている。 この一覧は網羅的ではない。ありがとうございます。